ニュースのお時間です。小山氏が、ドラゴン関係で、河村氏と信さんに怠慢をと言っています。それも、佐々木さんか、10代目に連絡をして金も持ってこいとのことです。多分、佐々木さんが絡んでいるのであれば、佐々木さんと信さんはつながっているし、コラボもしているので、直接連絡をして、票に出ないようにすると思われます。なぜ、このようなことになったのか。おそらく、 脳内でいろんなストーリーを展開され、溢れたんでしょうね。個人的な感想ですよ。一つのワードだけでも、自己都合マックスの見解へとなるので、恐ろしや。それだけではなく、調動員さんにも、着信拒否されているみたいですね。最後に、ミッキーさんがマジで面白かったです。カタパイ、授乳ポーズで、パロディーしていました。せっかくなら、費用もかかっているから、 もう少しパロディーとして何本か撮影して、ホテル代金を回収できるようにしてもいいのではと思ってしまいました。もう、ミッキーさんも、奪われた金を回収するために、デビューしましょう。ノブさんや、内藤さんとコラボしたり、ゼキシンバーで対談したり。では、チャンネル登録をお願いいたします。